フライパンと麺の余熱でトロトロになってくる。卵に火が入ったらキョムボラーだよね。ピザ用チーズでもめちゃくちゃうまい。どうも、35歳独身、パツなし、子なし、解消なしです。今回は何もない独身男性の作るキョムボナーラですね。キョムシリーズっていうのを説明しますと、極限まで無駄をそぎ落とした無駄なレシピでございます、はい、無駄ではないな、ギリギリのラインを攻めた、イニシャル T 割りに攻めたやつですね。僕の考えるギリギリカルボナーラと呼べるところはここだろうというところを攻めた料理でございます。めちゃくちゃうまいです。ということで、ギリギリを攻めた料理をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はもう簡単です。パスタ、卵、チーズ、以上。では二日酔いなので、あのイオンウォーターね、普通のポカリだと甘いんですよね。なんだけどイオンウォーターだとあんま甘くないから、甘くないのがいい。それではキョムボナーラの素を作っていきたいと思います。まず卵1個、これは割り入れます。ここにボウルにね、ここにチーズ。本来ならカルボナーラっていうのは粉チーズで作るんですね。これはなんで粉チーズで作るかっていうと、そもそもあの本場イタリアがあのパルミジャーノ・レッジャーノっていう、ハードチーズを削ったもので作るから、みんな粉チーズで作るんですけども、まあチーズはチーズなので、グラムあたりの安さでいうとこういうピザチーズが一番安いです。無駄をそぎ落としたレシピです。これが一番安い。あとピザ用チーズの方が余りやすいんだよね。これ混ぜときます。これぐらいね、ひとつまみぐらいね、入れて混ぜておきます。ピザ用チーズでカルボナーラ作るとどうなるか、それがこのキョムボナーラに詰まっているということですね。はい、じゃあやっていきたいと思います。パスタを茹でていくんですけども、フライパンだけで、茹でていきます。これは至高のペペロンチーノと同じやり方です。これがね、一番洗い物が少ない。まず沸かしていくんですけども、ここで味付けしちゃいます。コンソメ小さじ半分、塩です、一つは。これを最初に入れておくことによってパスタに味がつきます。コンソメ吸ったパスタはめちゃめちゃうまいですから、チーズの旨味だけで食べるのが本当のカルボナーラっていう風な方はあのいらっしゃるんですけども、別に料理に本当かどうかなんて関係ねえから、人は美味しいものを食べるために料理を作るので、僕がこれが本場のカルボナーラだって言ってたらそれはおかしいですけども、料理の美味しさに本場かどうかは全く関係ないので。沸いてきましたので、このパスタを入れていきます。入れるときはまあ、これね、ちょっとねじって折るっていう選択肢もあるはあるんですけども、食べ心地がちょっと違うんですよね。こういう風にちょっとこう押していくんですね。先っぽの方が柔らかくなってって全部鍋に入るようになるんですよ。あとは煮ていけば柔らかくなってくるんで、あのパスタが焦げないようにだけ気をつけてくださいね。パスタが溶け出した小麦粉が麺に絡んで非常にコクのあるパスタになります。これはズボラのためにやってるんではなくて、この、 あの濃度の濃い茹で汁を使うんですね。パスタの茹で汁に小麦が溶け込んでる、これが重要なんですね。 1.6mm のパスタ使ってるんで、だいたい7分でこの煮汁がほとんどなくなるぐらいの感じで茹でていきます。7分の前に水がなくなったら水足してください。7分の前に水がシャバシャバになったら火強めてください。それでなんとかなります、ぐらいね。それが大事でございます。邪道っていう風に、言われる方いるんですけども、イタリアではこういう調理法あります。リゾッタッタって言うんですけどね。それではですね、残り1分の状態になりました。かなり水分は飛んでます。これぐらい、ただまだあの煮汁かなりいっぱいありますね。なのでちょっと火強めます。煮汁がだいたい大さじ1杯ぐらいの感じになったら、もう火止めましょうか。これぐらいの水分量ですね、だいたいこれ大さじ1杯ぐらい。温度下げます。オリーブオイルを最後に入れたのはオリーブオイルの香りがつくからです。はい、絡めて、でここにカルボナーラの素を入れます。
でよく混ぜてくる。そうするとフライパンと麺の余熱でトロトロになってくる。ここでは火はもう完全に消えてます。トロトロになってるでしょ。ちょっとだけ火を入れましょう。もうちょっとトロッとさせたい。ちょっとシャバいんですねこれね。ほら分かりますか。でこれを絡みつくのにはどうしたらいいかって言ったら、卵に火をトロッと入れていくとトロトロになります。でも弱火でやってね。卵に火が入ったらキョムゴラーナがね、完成なんでね。はい、じゃあ盛ります。ほらトロトロでしょ。ピザ用チーズでもめちゃくちゃうまい。これソースはうまみがめちゃめちゃ詰まってるんで、これね余すとこなく入れてくださいね。少し少しキョムゴラーナ。いただきます。キョムにしては丁寧に作っちゃったな。でも材料はキョムだからね。これちょっとやばいかもしんない。キョムなのにうますぎるわこれ。普通のカルボナーラよりうめえかもしんない。うまい。うますぎてテンションが上がりそう。ちょっとこれ食べてみんな。いただきます。いただきます。うまっ。すげえ。いやうまいな。うまい。うん、キョムじゃなかったわ。うますぎた。びっくりしてる。絡める前のあのオリーブも効いててめっちゃうまい。これ真面目に作っちゃった。キョムになりきれなかった。なりきれなかった。俺今日これ初めて作ったんだけど。うますぎる。うまい。ベーコンいらなくない、うん、突き詰めていくと至高のカルボナーラ超えるかもしれない。原点にして頂点感あります。原点にして頂点感あるんだね。火の通し方やべえ。この金額でこれ作れたらいいな、うんうんうん、ちょっと難しいけど、難しいけどやってほしいわ、うん、ちょっと虚無溶けちゃったわ。じゃあやってみてください。あの高思考です。やっぱこう、噛むから全てが生まれてくる。なるほど。やっぱ基本的な調味料、なんかマイナスでやると分かるな。うん、やべえ、ね、足し算、引き算、ね、うん、虚無状態になりきれなかったわ。